ただいまより岡山県知事選挙マニフェスト公開討論会を開催させていただきます。大会にあたりまして、今回主催をさせていただきます公益社団法人日本青年会議所中国地区岡山ブロック協議会会長川崎雅樹よりご挨拶申し上げます。皆様、改めましてこんばんは。平日の大変お忙しい時間に、この岡山県知事選挙における公開討論会、マネスト型公開討論会にお集まりをいただきましたこと、まずは高いところからではございますが、これより御礼を申し上げます。本年度岡山ブロック協議会はこのマニフェスト型公開討論会の実施に向けて、本日までしっかりと準備を進めてまいりました。このマニフェスト型公開討論会というものは、日本青年会議所が全国さまざまな地域で取り組んでいる事業の一つでもございます。候補者のそれぞれの思い、考えといったものを皆さんに届けさせていただくことはもちろんではございますが、近年低迷するそれぞれ各選挙への投票率の低下、こういったものに対してもしっかりと声を上げさせていただき、こうした機会を使っていただきまして、一人でも多くの方にこの関心と呼ばれている時代だからこそ、この岡山県知事選挙に対してそれぞれの考えを持って、一人の県民としてそれぞれの立場でこの選挙に参画をしていただきたいと、そのように考えております。限られた時間の中ではございますが、本日2名の立候補者の方に出席をいただき、本来であれば立候補者の方全員にご参加いただけるのが本意ではございますが、お方様をコーディネーターとして、この時間の中でしっかりと皆様方、県民の皆様方にマニフェスト型公開討論会を発信させていただきたいと、そのように考えております。どうかお忙しい時間だと思います、お忙しい時間の中とは思いますが、最後までしっかりとご参加いただきますようにお願いいたしまして、冒頭の挨拶と公開させていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたしました。続きまして、今回の趣旨説明を本担当委員会副委員長小田原博より行います。公益社団法人日本青年会議所中国地区岡山ブロック協議会地域未来委員会の小田原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは私のお話し説明をさせていただきます。昨今政治に対しての不信任、失礼いたしました。昨今政治に対しての不信任に伴い、政治への関心が薄れ、その結果といたしまして、選挙離れや投票率の低下という形で顕著に現れております。こうした現状を打開するには、我々国民一人一人が今以上に政治に興味と関心を持つことが必要ではないでしょうか。そして本公開討論会は、政策等の情報を欲する有権者の皆さんと、一人でも多くの方に政策等を公表していきたい、移行予定者の両者の距離を少しでも縮めること、そして政策等を比較検討していただくことによって、政治に対して
関心を今一度持っていただくことを目的としております。その結果、本当の意味での国民主権の確立、そして未来につながる政治選択を行えるのではないでしょうか。そうしたことを目的として本授業は開催されております。なお、青年会議所はこのような公開討論会を積極的に開催させていただいております。お近くで開催の場合はぜひともお気軽にお立ち寄りいただければと思います。最後になりますが、本日ご来場いただいた皆様にとりまして有意義な時間となりますよう、公立では中立公正な立場を持ちまして運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で私からの説明を終了させていただきます。続きまして、ご来場の皆様にお願いをさせていただきます。今回は公職選挙法に抵触することがないよう留意して説明をさせていただいております。お手元に資料をお配りしておりますので、会場内におきましてその内容にありますように特定の候補者の声援や拍手はお入れください。いくら素晴らしい発言でもお入れください。また同様に誹謗中傷などもお入れください。また許可証のない方の会場内での撮影録音は禁止とさせていただきます。許可証のない方の撮影録音は禁止とさせていただきます。どうぞご理解をよろしくお願いいたします。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます公益社団法人日本青年会議所中国地区岡山ブロック協議会地域未来委員会副委員長の藤原俊之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の討論会にコーディネーターをしていただく方の先生をご紹介させていただきます。本日コーディネーターを務めていただく先生は岡田正夫先生と申します。元岡山大学法学部行政法学教授で、現在は放送大学岡山学習センター所長を務められております。公開討論会のコーディネーターの経験も終わりということで、この度お願いをさせていただきました。それではコーディネーターの先生のご入場です。拍手を持ってお迎えください。続きまして、パネリストのお二方のご入場です。拍手を持ってお迎えください。それではただいまより、コーディネーターの先生へと進行をお任せいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました岡山学習センターの所長を務めております岡田と申します。本日は貴重な公開討論会のコーディネーターをやらせていただきます。精一杯務めたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。あとは座って司会をさせていただきますので、よろしくお願いします。討論会を始めるにあたりまして、先ほど司会の方からもお話ありましたが、再度3点について、皆さんにお願いを申し上げたいと思います。1点目は投票依頼行為、こういうことは一切おやりにならないようにお願いします。それからこれはこれからご発言いただく方への要望ということになりますが、公約に類する発言もご遠慮いただいています。それから会場の皆さんからも質問は受け付けないということになっておりますので、その点よろしくお願いいたします。ですから皆さんが聞きたいと思いなることを私の方でできるだけ引き出せるような、討論を進めていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、皆さんのお手元にも資料があると思いますけれど、それに基づきましてお二人の候補予定者の方から
ご発言をいただいて討論を進めていきたいというふうに思います。発言は1問ずつ一等方式で、進めていきたいと思っております。もうすでに事前にくじを引いていただきまして発言順も決まっておりますので、その順番でお願いをいたします。まず最初に自己紹介をお二人からお願いしております。まずそれじゃあ市井さんよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきました市井亜希子と申します。今日は本当に貴重な機会をいただきまして、心から、岡山ブロック協議会の皆様に感謝を申し上げたいと思います。そして私も JC の OB の一人として、こういう場に立てるということを大変光栄に思っております。それぞれ発言を座ったままでということですので、ここからは座って発言をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。自己紹介ということですけれども、私は、この2月まで2期5年間岡山県議会議員を務めておりました。で、県政の、一端を担わせていただいていたわけですけれども、で本当にこの5年間自分なりに多くのチャレンジ、挑戦、提案してきましたし、議会の改革にも取り組んできた、そういう自負があるわけですけれども、しかし残念ながら、56人県議会議員がいる中の56分の1では十分にその成果を出すことができない、そういうことをもう本当に痛感することが多くありました。本当に悔しいなと思うことがたくさんあったわけです。そういう中でやはりこれからの岡山県をどうしていくのかという、ビジョンを自分の手で示す、そして自分の責任でそれを実行していく、そのためには一人しかいない、そういう責任を持った立場に立つということが必要になってくるだろう、そういう思いでこの2月に立候補したいという思いを表明をいたしました。で、県議会に出ていた時もですね、私は岡山市の中区という、一番県内で小さい選挙区、特に住宅地を中心とした、選挙区にですね、から出していただいておりましたので、そこだけを見て岡山県政というものについて語るというのはこれはちょっとおかしいんじゃないかという思いが自分の中にもありました。そういう中で、この5年間も、それから2月に表明して以来のこの半年余りの間もですね、とにかく地域現場に自分の足で出ていこう、自分の目で見て自分の耳で聞いて現場の課題というものをしっかり自分の中に入れていこう、そういう活動をしてまいりました。そうすると本当にこの岡山県には今いろいろな課題があります。おそらく、JC のメンバーですといわゆる中小企業の経営者の方多いと思いますけれども、本当に今この景気が悪い中ではしんどい思いされている方がたくさんおられる、あるいは農林業もそうです。本当に今儲からないということになっていて、結果的に後継者がいない、田畑が荒れる、山が荒れる、そういった問題も本当に深刻な状況になっております。限界集落と言われるようなところにも随分足を運んでまいりました。本当に例えば20軒ぐらいしかない部落があってですね、その半分は空き家になっている、その残りも半分ぐらいはもう80、90の方しかいない独居の家庭になっている、そういうところがたくさんあるというのが今の岡山県の現状としてあります。そういうものを見たときにこれはもうほっとけんだろうと、そういう思いに改めて駆られるようなことがありました。皆さんこの後おそらくこういう議論になってくると思いますけれども、教育についても、子育て世代が多いと思いますので、大きな課題意識を持たれている方が多いかというふうに思います。学力テストの結果を見てもですね、小学校中学校それぞれ42位45位というような状況も出ておりますし、そういったことについてもこれはもう待ったなしだと、ほっとけんこの状況をまさに自分の手でどうにかしていかないといけない、そういう思いでやっています。でこれまで の現在の県政についての認識等についてここに質問が出ておりますけれども、ここにも書きましたようにこれまで、市知事がですね、この16年間全般において財政再建ということが大きな課題になってきました。特に最後のこの4年間、今年を最終年度とする財政構造改革という大きな行革をやってきたわけですけれども、本当に4年間で高価格で約400億円に近いという本当に大きな行革の取り組みをしてきました。
その結果として基本的にはもう緊縮財政で歳出をずっとこう切るということを重ねてきたわけです。でそうすると、まあ、ある意味いろんなことを新たな挑戦をすることができない、まあ、そういう形勢であったかなというふうに思っておりまして、まあ、そうであればやはりこの来年からいよいよどういう県政を進めていくのかということが大きな課題になってきているんだというふうに思います。でも長岡藩の米百俵という逸話があるのを皆さんもお聞きになったことがあると思いますけれども、幕末に戊辰戦争で負けた長岡藩が、本当に焼け野原になって石高も減らされて藩主の人たちが明日食う米にも困るという状況の中で、それを哀れに思った夕飯から米が100俵送られてきた。明日の食べるお米がない藩主の人たちがその米をとにかくみんなに分けてくれと言った時に、そうではなくてこれを藩の学校のために使おうじゃないかと、まあ、そういう逸話があります。そこから後に、山本五十六さんとかですね、本当に大きな人材が近代日本の人材が育ったわけですけれども、私たちの岡山県もまさに今そういう状況にあると思います。4年間の行革を経て少し財政が状況が好転をしてきた。この時に今まで思い切って削減をしてきたものをですね、ただ戻してしまうということでは未来が開けてこないというふうに私は考えます。そうではなくてこれからのただ3年5年の目先の利益を生き延びるのではなくて、少し今痛みを覚えても10年先、20年先の未来を考えて未来に向かっての投資をしていく、それができるかどうかという今回は分かれ目に立っている大事な県知事の選挙だというふうに考えております。そういう中で、目指すべき将来像ということがここにも少し書かれておりますけれども、3つのことをお話ししたいというふうに思います。1つは、明治以来の、古い制度、発想、こういうものがこれまでの社会のベースになってきました。あるいは昭和20年の敗戦、これももう70年近く前ですけれども、その時代に作られたもの、あるいは右肩上がりの経済成長の時代に作られた仕組みや制度がこの岡山というところを、ずっと支えてきた、この日本を支えてきたわけですけれども、実際に私たちの目の前に広がっている問題というのは随分現代的な新しい問題になっているということは皆さんお分かりの通りだというふうに思います。そういった問題にトライしていくためには、法律や制度、古いものを思い切って変えていくということが必要になってくるわけでありますが、それができるかできないかということは、やはりそこに今の現時点での既得権益を持っている人たちと絡んでしまったらその改革ができないだろうということが一つあると思います。それからもう一つは、東京一極集中の時代がですね、もう終わったというふうに認識をしています。岡山県は東京ではありませんし、これまで通り全国各一の東京から発信されたものを北海道から沖縄まで同じことをやっていたのでは、岡山県の発展はおそらくないというふうに思います。東京や大阪のコピーではなくて、この岡山にあるものをいかに掘り下げて磨いていくのか、それがその地域地域の特色になっていく、そしてそこにある産業をしっかりと掘り下げて力をつけていく、技術を育てていく、そのことがこれから非常に重要になってくるというふうに思います。幸いなことにこの岡山県は、今合併をして27になりましたけれども、従来78という大変たくさんの市町村がありました。そしてそれぞれが非常に、個性に富んだ魅力を持った地域でありました。今も私もこの全県下を歩いて改めてそうであるなということを痛感をいたしましたし、気候風土も含めて本当にそれぞれが違っている個性的な地域がたくさんあります。産業や技術についても同じです。そうであるならば、その多様なものをそれぞれに磨くと同時につないでいく、そしてそこに新しいものが生まれていくというのがこれからの岡山県の大きな魅力になってくるだろうというふうに考えています。そういうことを、挑戦をしていこう、失敗を恐れるのではなくて、思い切ったことをどんどんやっていこうということがこれからの岡山県の一つの大きなチャンスになってくると思いますし、それができればですね、今のこの岡山県を覆っている、そして日本全体を覆っている閉塞感を打ち破るような新しい日本のローカルのモデルというものを
この岡山からこそ作っていける突破口が開けるんじゃないかというふうに考えております。右肩上がりの時代はもう終わりました。経済成長の時代ではありません。 3.11 という去年の大きな震災もあった後、私たちがこれからの社会をどう生きていくのかという、まさにそのモデルを皆さんと一緒にこの岡山から作っていきたいというふうに思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、大西候補、立候補としてお願いします。大西さん、こんばんは。民主憲政を作るみんなの会の代表として、今度知事選挙を高くなりました大西候補でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は19歳の時から、憲法を本当に生かした政治や経済、こういうものを目指して頑張ってきました。とりわけ今日では低所得者の生活を守る問題、また平和の問題、人権の問題、こうした問題に取り組んで、おります。で、憲法9条25条、これを車の両輪として、運動を続けております。で、この50年の戦いを通じて感じていることは、どの問題一つとってみても、国や県の政治に関わらない問題はないということです。したがって、どの問題も政治を変えてこそ初めて解決できる、こういうふうに思って運動をしております。特に、今日では格差と貧困が広がって、おります。私たちの周りを見ましても、例えば都市部においては街がだんだんと深刻になってきています。特に、商店街などは、どこの商店街もシャッター通りというふうな状態が生まれています。さっきも話がありましたが、私も県下歩きまして、中山間地も歩きました。本当にも農業が深刻です。そして農業だけでは食べていけない、こういうふうな状況にあって、しかも高齢者率 30% から 40%、 こういうふうな状態が生まれています。限界集落各地に生まれています。したがって、例えば津山とか高橋新見とか、こういう町は周辺が町を支えておりました。これが疲弊していますから、町全体が疲弊している、こういうふうな状態になっています。特に岡山県の場合、農業圏から工業圏、こういうことで農業は停止しました。そして今、構造改革、規制緩和、こういう国の政治の下で岡山県の産業も疲弊しています。したがって私は岡山県の県政を見るときに、やはり国の政治、これが直接県政と暮らしを直撃する、こういうふうなことになります。したがって私はそういう点で県政を見ていく必要があるというふうに思います。国の発生から県民の暮らしと、そして
営業を守る、このことが地方自治体としての役割でもあるというふうに思います。岡山県の状況を見ますと、例えば国の行動改革に従いながらグローバル化、こういうことで一部の企業の利益を優先する、こういうふうな政治が進められていました。しかもこれらがオール与党、こういうことで進められてきた、非常に残念でなりません。でしかもこのいろんな政治を進めていく上で特に重要な問題は、いわゆる地方自治体を次々に崩して、そして統一し、しまいには道州制まで狙う、こういうことに持っていこうとしている点です。私はそういう点で本当に地方政治を住民の手に取りまして、県民本位の政治に転換していかなければならないというふうに思っています。そして県民の目線で県議会もこの運営できるようにしていただきたいというふうに思います。また目指すべき将来像の問題については、私はまず岡山県を住民の命や暮らしを守る福祉の岡山県に変えていきたい、そして地域の活性化、みんなが安心して人間らしく生き続けられる、そういう岡山県、みんなが希望を持てる岡山県に変えていくために頑張っていきたいと思います。特に今の消費税の問題や、あるいは原発の問題、さらには TPP の問題、オスプレイの問題など、直接私たちの暮らしに関わる問題として取り組んでいきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。それぞれ自己紹介をいただきました。この後重要政策、それぞれの、それから、優先経済政策、それから少子高齢化政策、その他の重要政策という順番で、それぞれお考えをお述べいただいて、少し討論といいますか、問題点を明らかにしていきたいというふうに思っております。今、本当に日本の政治、あるいは地方行政は、大変大きな問題を抱えていると思います。よく東京等に出張いたしまして、新幹線で帰ってきますと、大阪、神戸を過ぎると、新幹線はガラガラになってしまう。もう明らかにもう日本の地方自治というのが、足元から崩れているような感じを私いつも持っています。そういうことをどうしたらいいのか、これは岡山県だけではなくて全国の都道府県の大きな課題だろうと思いますが、ぜひそのことを念頭に置いて今そういう難しい状況の中で何をやっていけば、そういう問題を解決できるのか、そういうことが明らかになるような討論にしていきたいというふうに思っています。それでは自己紹介を今していただいたばかりですが、最初に重要政策について優先順位の高い順3つをお示しいただいておりますが、大西さんの方からそれぞれ詳しくお話しいただきたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、地方自治体の役割というのは住民の福祉の向上、これが一番の役割であります。そういう点で岡山県で今取り組まなければならない第一の課題は、命と暮らしを守る県政にしていくことだというふうに思います。その点で今みんな大変になっているのは、保険あって介護なしと言われている介護保険料の料金や
あるいは保険料、これが大きい問題になってますし、また高齢者の特別老人ホームの問題とか、あるいは子どもの保育の問題などですね、こういう医療福祉、これを解決できる、そういう先生にしていく必要があるというふうに思います。特に岡山県の場合は国保料の県の負担も32円というふうな状況で、全国的にも大変悪い状況になっていますし、特に私が心を痛める問題は障害者のに対する問題ですね。自己負担を作るとか、あるいは部長の精神医療センターを廃止するとか、こういう冷たい県政になっています。これを改めていくということが大事だろうというふうに思います。二つ目の問題で優先していきたい問題は、中小企業振興計画がありますけれども、本当の意味での中小企業を守る、こういうふうな計画ではありません。今大事な点は、地域の人々、地域の業者とよく相談して、そして本当に活力が生まれるような政策を進めるべきでありまして、どこかの企業を呼んできたら地域が活性化するというふうなものではありません。今各地で大きな企業や市町村が来ておりますけれども、そのことによって逆に地域が疲弊していると、こういうふうになっています。そういう点で私はもっと地域の人々の意見を取り入れた、そういう地域の活性化を進めていくということが必要だと思います。それから完成ワーキングプアの問題があります。特に実態労働者、もう 30% がワーキングプアですね。それから学校の先生、この人たちも非正規の先生が10数%にも及んでいます。そういうことが地域の人々に対するサービスの向上や教育の後輩を招いています。そういう点で私はやはりみんなが相談して活気のある町村にしていく、こういう産業の活性化を進めていくべきだというふうに思います。で、子どもの教育についてもソーシャルスクールワーカーの問題などきちっと体制をとっていくということ、そして子ども中心に本当に基礎学力をしっかり身につけて、そして教育や憲法に示されているように人を大切にし、人間らしく生きていける、そういう力を作っていく、こういう教育にしていく必要がある。そういう点では今の教育委員会のやり方、もう学校が荒れたらすぐ警察を動員して、そして警察の OB を対策室に入れてやる、こういうふうなやり方ではなく、教育の観点からしっかりと子どもに向き合っていく、こういうふうなことが必要だし、学校の先生についても教員同士の負担欠を作るような教員評価制度などをやめてですね、安心して教育ができるようにしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。それでちょっと私の方から
質問というか、もう少し補足的なご意見をいただきたいと思いますが、私も NHK のニュースウォッチ9と9時からのニュースを時々見るんですが、つい先日も東京駅が改装されて、華々しいこうセレモニーのようなものが行われました。その前には東京スカイツリーについて、なんだ長い時間をかけて放映するのかなと思うほど、東京はなんか一見すると不況知らずのように見えます。もちろん東京もいっぱい矛盾があるわけで、そういうものはなかなかテレビには出てこないと思いますけれど、そういう状況を見て岡山を元気にする、先ほど皆さんの意見を聞いてということをおっしゃってるんですが、どういうふうに県民を組織化していくか、つまり今までの知事さんも多分そういうことはおっしゃってたと思うんですが、今までの知事さんと違ってこういう工夫をして県民の意見を吸い上げるんだということについて何かお考えがありましたら補足をお願いしたいと思います。今までの知事さんが進めてきたのはやはり企業の呼び込み方針ですね。でそのために今工業団地なんかも作って売れなくて困っているとか、こういうふうな問題があるんですけど、こういうやり方ではなくて、本当にこの地域の人たちとよく相談するというのはそういうことなんです。例えば自然エネルギーの開発の問題があります。もう電気が売れて儲けになるようになると大手の企業が参入してくる、こういうふうになるんですけれども、そうではなくて地域の人たちが組合を作ったり、あるいは協力し合って、そしてこの電気を作り、そして利益が住民に還元される、こういうふうにする。それから町づくりの問題などもこの大手の店が来るんではなくて、そしてこの地域の人たちがこうすれば本当にみんな生き続けられるし障害も繁盛するな、こういうふうなことを県としてはそれを援助するんであって、その上からこうしなさい、ああしなさい、こういう計画がありますと、こういうやり方を改めるということであります。はい、ありがとうございました。短い時間で申し訳ありませんが、それでは先に進めさせていただきます。続きまして、一井さんの方から条例施策についてご説明をお願いします。はい、先ほど岡田先生の方から本当にこの、地方が元気がなくなってるんじゃないか、そういうことを念頭において今日は議論したいという問題提起があったと思います。私もそれは本当にこの岡山、もちろん日本全体そうかもしれませんが、この岡山県からその課題をどう解決するかということが今回の大きなテーマだと思います。でその中で、今回この重要政策ということですので、政策の、ある意味分野の中でお答えをしようというふうに思っているんですけれども、じゃあどうしたらいいかというと、大きく言うとやるべきことは2つの分野なんだろうというふうに思っています。で一つ目はですね、やはり、人を作っていくということだと思うんです。でこれは一般的な用語で言うと、教育とか人材育成と言われることだと思うわけですけれども、やはりこの岡山県もあるいは企業、団体、そういったところ、あるいは地域ですね、それを作っているのは人です。で私も現場を歩いていても、あ、やっぱり人だな、ここにこういう人がいるからこういう元気があるんだなとかですね、そういうことをたくさん見てきましたし、それからそういう意味でやはりこの未来を開いていくのもやはり人なのだというふうに思いますので、そういう意味で地域のためになる人を作っていくということがこれからの本当に重要な課題だというふうに思っています。で、地域のための人づくりというのはおそらくこれから の地方自治で本当に重要な観点になってくると思っていまして、これまでは比較的テストの点がいい高校まで行く、東京大学の一流と言われる大学に行く、一流と言われる企業に入る、岡山にも帰ってこない人材がいっぱい岡山の人は育ててきたわけですよね。でそうではなくて、やはりこの岡山のために力を尽くす、ここで私は生きていく、ここで俺は働く、そういう人材を作っていくということがですね、これからの岡山県にとって非常に重要になってくるだろうというふうに思っております。でそういう意味で
例えば小泉改革もいろんな問題ありましたけれども、教育のカリキュラムを地方にある程度任せるということが出てきておりますから、そういったことにも取り組みながら、やはり岡山の人を作る、岡山人を作っていく、そういうことをやっていきたいというふうには思います。でそういう中で少し具体的な政策を2つほど申し上げたいなというふうに思いますけれども、先ほどもちょっと触れました、今おそらく皆さん岡山県って教育県だったんじゃないんかなというふうに思われている方が非常に増えていると思います。全国のいわゆる学力テスト、小学校が45位ですから、47の都道府県でいうと下から3番目ということになってます。中学校が42位ですが、でこういった状況というのは本当に残念な状況があるわけでありまして、しかも、そのテストの結果というのは、あれは正確に言うと全国学力学習状況調査で、点数だけではなくていろんな分析をしています。でそれを少しこう細かく見ていくとですね、やはり一つは、双子ブラックだと言われる成績が上位の子と下位の子っていうのがこう山になってしまっている、こう二極化が進んでいる、これは非常に大きな今の岡山県の問題だと思いますし、あるいは白紙で回答せずに提案をしてしまう、提出をしてしまった白紙回答をしている子どもの数が非常に多い、あるいは、家庭学習を、する時間が短いとかですね、学校で放課後とか夏休みとかそういう時間を使った補習の時間、これがやっぱり全国と比べても少ない、それから県教委もいろんな分析をしてますけれども、いわゆる基本的な生活習慣、早寝早起き朝ごはんとかですね、そういう運動もありますけれども、そういったものが身についていない子どもの割合もちょっと高いなというようなことも分かってきていますので、そういった背景を考えますと、これは全国初の取り組みだと思いますけれども、学校のクラスの先生をですね、2人にしていくということを私はやったらいいというふうに思っております。今小1グッドという授業の中で1年生についてはそういう取り組みが始まっておりますけれども、これを低学年というのが、さっき申し上げたいくつかの課題について非常に重要な学年ですので、小学校2年生それから中学に上がった時にですね、やはりいろんな問題が起きてきますので、中学校1年生こういうところにも拡大をしていきたいというふうに思います。それからもう一つ、今グローバルな社会の中でどうやって地域社会とグローバル社会をつなげるような人材を育てるかということが大きな課題だと思いますので、これはこれも高校レベルでは全国で初めてだと思いますが、校門を入ったらもう全部英語、授業も英語、友達と喋るのも英語、そういう学校を一つ高校、県立高校で作っていきたいというふうに思っております。これは大学ではそういった例がありまして、例えば秋田の国際教育大学などもそうですけれども、今非常に大きな成果を上げています。英語はコミュニケーションのツールですから、道具として十分使える、そして私たちのこの岡山や日本の伝統や文化、そういうものを自分の言葉で伝えることができる、そして地域とグローバルの社会をつないでいけるような人材を作っていきたいというふうに今思います。で今一つ目のところちょっとずいぶん長くてしまったので、あとは短くしたいと思いますが、もう一つやるべきことは、二つ目というのは、地域のための地域の中の仕事を作っていくということだというふうに思います。これはもちろん経済をしっかりしていかないといけないという大きな問題がありまして、企業にとっても生産や販売をしっかり増やしていく、そして雇用が増える、結果的に所得が増えていく、そういったことが、ベースとしてもちろんありますし、加えてこの岡山県、本当にいわゆる中山間を中心とした群部の地域の力が落ちておりますので、そこに若い人が仕事がないと帰れないわけです。そして仕事があって結婚して子供を育てて家族を養える、そういう仕事をたくさん地域の中に作っていくということがもう一つ大きな課題になってくる。そしてその実際にそういう政策をやるときにどういう手法をするかということで、この3番目に書かせていただきましたけれども、地域や現場に県庁もそして県知事も出ていく、そして実際の現場の声、生の声、皆さんの本音の思いというものを形にする県政に変えていくということが必要になってくるだろうというふうに思っています。この4年間を中心とした大きな行革の中で、県は役割分担ということで、それは市町村やってください、住民の皆さんお願いしますということをやってきましたので、県が遠くなったなという声を地域を歩くと本当に多く聞きます。これからの4年間はもう一度市町村や住民の皆さんとしっかり手をつないで連携して地域を元気にしよう、岡山県を作っていこう、そういう4年間にしていかないといけないというふうに思います。ありがとうございました。私も人材については本当同感で、
欧米の地方自治を見てますと、やっぱり人を取られてない。例えば日本ですと東京大学、東京の大学がもう本当にあの中心になって、皆さんもお考えになると分かりますけど、国家公務員、都道府県の公務員、そして市町村という、まあ、一種のヘラルキーができていて、なかなか本当にあの地方自治を実現する人材を作るということが大変難しいあの状況に日本はなっていると思います。私もあのある昔市で相談を受けたときに、ぜひ皆さんのよくできる岡山大学やってくださいということを我々に申し上げたんですが、東京行くと本当に帰ってこない、そこで答えにくいと思いますが、東京に行った人を返す、あるいはもう優秀な子を東京行かせないと言いますか、そういった工夫がもし終わりでしたらちょっとお話をいただきたいと思いますが、はい、これは、まあ、いくつか考えるべきことがあると思いますけれども、先生がさっきおっしゃった一つはやっぱり帰ってくるということですね。でそのためにはこれも大事なことだと思います。やはりその高いスキルを身につける、あるいは広い世界を見るという意味では、東京かもしれない、ニューヨークかもしれない、ロンドンかもしれない、そういうところに若い人が出ていくということは私はいいことだと思いますね。ただその人たちが帰ってくるためにはですね、やはり一つは地域に魅力がないといけませんし、そしてもう一つはそこにその能力を生かせるだけの仕事があるということが必要になると思います。でこれは裏表でありまして、例えばですね、岡山で、まあ、何でもいいですね、まあ、牡蠣なら牡蠣、ひなせや、よいしょ、さん、美味しい牡蠣がありますけれども、これが漁師さんの手元に入るお金と加工品になったり、それから厳選されて例えば築地の料亭かなんかに提供される時代、時点でですね、極端だったら10倍ぐらいの値段の差がついたりするわけですけれども、それはどういうことかというと、まさにそこに加工が加わったりデザインが加わったり、まあ、まさにその商品の高度化、産業の高度化が行われることによって付加価値が高くなるということが行われていると思いますけれども、そういう意味でいかに高付加価値化するかということが今は地元ではできなくて都市で行われている。ですからそこに面白い仕事があるというふうに思う人が多いわけですよね。そうではなくて、このまさに地元で、高付加価値化する、高度化する、そういう仕事をこの岡山でやろうと、そうすることによって地域の所得も結果的に増えるし、面白い仕事もできるし、新しい雇用も生まれるということをやっていくということが、一つ人が帰るという大きな意味になると思います。岡山大学は医学部が非常に今優秀だということで、人材の流出を止めているというのはまさにそういうことの一つの例だというふうに思います。それからもう一つはやっぱり出ていかないということも、これは大事でありまして、おそらくこれは本当に小学校ぐらいの時からですね、やっぱり私たちはこのふるさとというのが自分の大事な地域なんだと思うような教育、まあ、日本の伝統というと大きいですから、もう少し小さいところで岡山あるいは倉敷とかですね、倉敷の中でも玉島とか、そういうふうに小さくてもいいと思うんですけれども、そういう自分自身の生まれたふるさとの伝統、歴史、文化、よくお祭りが部落ごとに違って、このだんじりを引くから俺はここへ帰ってくる、ここを出ていかないという子どももいたりしますけれども、そういった心の軸をしっかり持った岡山人というものを育てていくということもですね、結果的には出ていかないことになっていくだろうというふうに思いますし、そしてふるさとのために自分の力で新しい課題にチャレンジをして解決をして、まさに仕事も作っていけばいいというような人材を育てるということもですね、教育の大きな役割になってくるというふうに思います。大変難しい問題でありがとうございました。お答えいただきました。まだまだ議論をしたいところですが、時間の制約がありますので、次の問題に移っていきたいと思います。次は経済政策について、先ほど、まあ、抽象的な方向性はお示しいただいておりますが、より具体的に、こういう政策を取るべきであるというようなことについてご意見をいただきたいと思います。それでは一井さん、お願いします。はい、先ほど2番目として、やはりその仕事をしっかり作っていかないといけないということを申し上げたのは、まさに経済政策という意味があるというふうには思います。でここには大きく3つという形で書かせていただいていまして、2つ目と3つ目のところにそれぞれ県としてのその戦略を立てていく必要があるんだというふうなことを書かせていただいていますけれども、先にちょっとそのことについて、触れさせていただこうと思います。
まず2番目に書いている中小零細企業の戦略というものが必要だということについては、先ほど少し大西さんからも中小企業の執行計画の内容が十分じゃないというご指摘がありまして、私もそれはかなり同感する部分があるわけですけれども、地域の中、現場をずっとこう歩いていますと、特に若手の経営者、JCのメンバーの方とか特にそうだと思いますけれども、あるいは女性の経営者の方もそうですが、自分たちの声が届かない、あるいはその声を聞いてもらう場がない、だからその現場の課題と、県の中小企業政策というものがこう合ってない、使いにくい政策が多い、そういう話が非常にたくさん聞かれるというのがあります。そして今、地域によって課題が非常にこう分かれてきていますし、それから業種によってもですね、例えば中小企業と一言で言っても、これは業種によって全然違ってきているということがあると思いますが、その辺のきめ細かさというのが、今の県の中小企業政策については非常に欠けているというのが課題だというふうに思います。そういう意味で、まさにその実際の現場の方たちと一緒にですね、地域ごと、あるいは業種ごとかもしれませんが、まず課題の洗い出しをやりましょう、声を聞かせてください、そしてじゃあそれを形にするような戦略を立てていきましょうということが必要になってくるんだろうというふうに思います。岡山県の中小企業政策というのは、多少率直に言えばですね、今まで中小といってもかなり大きい数百人規模の中小企業の定義でいうと上の方の製造業の方に対しては補助金を出して新製品を開発してくださいというふうなことをやってきた、あるいは非常にもう厳しいなっていうところの方にいわゆる融資をするようなちょっと生き延びてくださいというような政策はありましたけれども、実際にはその間の部分というのが一番ボリュームゾーンで、一番頑張っている踏ん張っている地域の中で業者さんだと事業者さんだと思うわけです。これはもういわゆる規模零細と言われるようなところが多いわけですけれども、本当に8割ぐらいがそういう規模の中小企業の事業者ですけれども、しかしそういう方たちが頑張ってもらえるような政策ということをこれからはやっていかないといけないんだろうというふうに思います。で、ちょっとこれの戦略とは外れて少し具体的な政策になりますけれども、例えば岡山県の今中小企業の事業者数でいうと8万を超えております。で、その大半がそういう小さい規模や小規模あるいは零細の企業なわけですけれども、その人たちが今悩んでいるのは、大きなお金はいらない、ちっちゃいお金でもいいから少し頑張りたいなという時に簡単に使えるものがあったらいいな、こういうことは非常に多くの声を聞くわけです。で、これは1000万とかそんな大きなお金はいらないのだと、本当に例えば100万円とかですね。で、これはなかなか銀行も貸してくれないし、県の補助金を取ろうと思うとこんな分厚い申請書を書かなきゃいけない、こんなものかけるわけもないし、うちはもう例えば家族2人でやってるんだというような話が本当に多くあるわけです。ですから、例えばその申請の書類を非常に簡単にする、もちろん計画は出していただかなきゃいけないわけですけれども、その代わり金額を少なくして、そしてそれはきちんと3年後、5年後には投資になっていくようなお金であれば、県が出していきますよ。で、そうではないと、たくさんのお金が出るんだけれども、補助金が終わると事業が終わっちゃうというようなことがこれまで続いてますので、例えばそういったこともしていく。そして、あと一歩前に出たいな、どうやって物を売ったらいいかなっていうことを考えておられるような事業者さんたちからは、例えば販売促進、あるいはマーケティング、デザイン、そういった専門的な知識をもう少しサポートしてほしいという声をたくさん聞いております。今は商工会、商工会議所等の経営指導員の皆さん頑張ってくださってますけれども、さらにそういった民間の専門的なプロのサポート産業の方たち、事業の方たちもそうですけれども、そういった人と、事業者をしっかりつないでいくような産業をある意味起こしていくと、それが結果的にはサポートする側にも仕事になっていくということが一つ、あと一歩の強化になってくると思いますし、それができれば、さっき申し上げた例えば8万を超える事業所のうち仮に 5% でもですね、4000社ということですから、そこがあと一歩前に出ていただいて、例えば雇用を増やす、売上が伸びる、税収が増えるということになれば、これは県にとっても大きな一歩だろうというふうに思っています。で、3番目に書いてある農林水産業の戦略ですけれども、これもですね、岡山県は今まで農林水産業について戦略というものが全くありませんでした。もう本当に生産者の方に任せる、あるいは何を作るかという政策はありました。例えばピオーネを岡山県1000ヘクタール作りましょうということはやるんですね、補助金を打つ。でも1000ヘクタールも作ったらですね、皆さんお分かりになると思いますけど、生産過剰になって値段が下がったり品質が揃わなくなったりするわけです。
で、生産者の方が作ったけどこれどうしたらいいのかなというと、県は残念ながら、まあ、それは頑張って考えてくださいということしかやってこなかった。やはりそうではなくて、今の時代マーケットを見て何が売れるのか、どういうものを作ればいいのか、どこに売るのか、そして値段はどうやって決めるのか、農業の生産者の方は今まで経営という観点があまりありませんでしたので、残念ながら原価計算という発想すらないという方がたくさんおられます。そういったところをまあしっかりサポートをしていくと同時に、県全体として、これはあの九州などの県を見ると生産者任せではなくて県が前面に出てですね、今そういうどこで何を作るか、どこに売るか、農業の改良普及員の方も今や大阪やあの東京の事務所から、会社の方にこう売り込みに行くようなことを他県ではやってますけれども、それぐらい踏み込んだことを岡山県もやっていくという戦略が必要だろうというふうに思います。そして最後に一番最初に戻りますけれども、そういったことを取り組んでいくことでですね、ちっちゃなきめ細かい政策をたくさんたくさん積み上げるということで、結果的には雇用が生まれてくる。あの大きなことをボンとやって一つの雇用を生むということではなくて、きめ細かい政策の積み上げによってあの1万人の雇用を達成すると、これは私自身計算をしてみましたけれども、あの決して実現不可能な数字ではないというふうに確信をしております。はい、ありがとうございました。この問題は私もなかなかどれを質問したらいいのかよくわからないのがあって、あの頭が痛いところなんですが、あの一つこう感想を聞きしたいんですけれど、あの東北で大震災があって、宮城あるいは岩手あの辺りが大変な目に遭ってますけれど、その復興の仕方がですね、あの私の聞いたところでは宮城はあの大きな企業を入れて丸投げしてやってる。それに対して岩手あたりはですね、地元の企業を使って、雇用創出も含めて対応されてるってことを聞いてます。そのあたりについて何かあの感想などもあっても結構ですので、これと結びつけてもしお話しいただければお願いしたいと思います。あの今本当に先生からいいあのご指摘というか視点をいただいたなというふうに思います。まさに今岡山県がそのどちらの道に進むべきかといったときにですね、あの私たちのこの岡山県の行くべき道はおそらく岩手型なんだろうというふうに思います。やはりその震災の復興を考えた時にもですね、あるいはこの岡山県の今の地域をどう元気にしていくかということを考えた時にも、あの国の仕事というのはある意味非常にこう大きなグローバルな競争社会の中でどういう戦いをしていくかということが必要になってくるかというふうに思いますけれども、大きな投資も必要でしょう。しかし私たち地方の政治、県あるいは市町村がやるべき産業政策というのはそうではなくて、やはりその地域の経済が守られる、その中である程度お金が回っていくという仕組みを これから作っていくということだと思います。まさにその震災の復興というのはその一つの大きな機会になっているんだろうというふうに思いますから、まあ、実験的な部分もあると思いますけれども、岡山県においても特にこの中山間を中心とした、まあ、群舞、岡山県は先生ご存知の通り195万弱の人口のうちですね、岡山が70万、倉敷が50万、つまり合わせて120万ですから3分の2の人口がこの岡山倉敷に集中をしている。これは非常にあのアンバランスであることは間違いありませんから、であればその以外のいわゆる群舞といわれる地域にいかにその地元の事業者の方が元気が出るような仕事を小さくてもたくさん作っていけるかということがこれから岡山県にとっても非常に重要になってくると思いますし、その際に今おっしゃった岩手型というのは大きく参考になるんじゃないかというふうに考えます。はい、ありがとうございました。それではちょっと時間を気にしながらで申し訳ないんですが、あの大石さん、経済政策についての具体策についてご発言願います。はい、県民の要求と補充について考えていく必要があるというふうに思います。例えば今県が進めているこの振興計画を見ると、この開発とかあるいはこの技術革新とか、まあ、こういうふうなものにちょっと特化した部分があります。でそうではなくてですね、やはりこの地域を本当にこの支える、そういう観点から見ていく必要があると。でその際にやはりこの福祉の問題と結びつけてですね、考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。でそれは例えば介護やあるいはこの保育やそういった
問題と結びつけて地域にこの事業を起こしていくというふうなこと、そのことによって、雇用を促進できるし、若者の結集を図っていくということができるというふうに思います。まあ、先ほどその岡山県へこうから出て行ったり、出て行かんようにすると、こういう話もありましたけど、そういうこのいみっちい考え方ではなくて、その岡山県へよそからもおいでになって、そしてこの岡山県を活性化できる、そういうふうな事業を起こしていく。岡山行ったら福祉の岡山、あっこへ行って勉強して帰ろう、あっこへ行って働こう、こういうふうな希望が持てる、そういうこう事業を起こすことによって活性化ができるんじゃないかなというふうに思います。さらに岡山はいわゆるこのものづくりではなくて、そのものづくりの方が中心の産業になっているんですね。だからそういう点で、やはり もう少しですね、ものを作るということに、この力を入れていく。例えば、大工さんなど、リフォームをこのやることによって、活性化するとか、あるいはこの、新人などでも生活できるように、新人組合も行ってきましたけれども、電気を、起こして、やっているんだ。しかし県はこれに対して一銭も補助金も出していないということですね。でそうではなくて、本当にこの地域の農協や森林組合や、あるいは医師会や、そういうところが本当にこの、みんな知恵や力を出し合って、地域に産業を起こし、どうすればみんなが活力あって安心して暮らせる岡山県にすることができるのか、こういう場所を県がちゃんと作って、そして、そういうこう援助をしていくというふうにしていけばできるのではないかな。で先ほどちょっと言いましたけれども、個人の住宅の対応方法などの設置に対する補助金もあります。しかし今必要なのは、そういうこの組合を作ったり、自治体がそれをこの中心になって組織していくなり、そういうことで地域住民の本当にこの参加によって、よしよ、俺の村ではこういうふうにしていこうということができるようにね、援助をすることが今必要ではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。今のご発言でちょっともう少し自然エネルギーの開発あるいは利用支援についてさせていただければと思うんですが、これはそのこと自体は多分中央政府の課題、つまり脱原発といいますか、そういうことだろうと思うんですけれど、それを本当に実現するためにも小さな地方のですね、エネルギー開発、今の原発というのはもういろいろ議論されていて、ここでも反対賛成いろいろ終わるかと思いますが、効率から言って全然良くないわけですね。しかも大災害が起こったら一箇所集中しているともう大変なことになる。ですからこれも本当に地方分権型のエネルギー政策というか、そういうことがいると思うんです。そういう点でせっかくですので、この点についてもう少し補足をいただけると思います。この問題については、岡山県ではまた勝山、真庭市ですねとか、津山なんかで始まっているんですけれど、県は補助金を1億円も出して、そして浅井電力など呼び込みをやって、そして電気をこの起こして自然エネルギー化をとこういうんですけれども、そうではなくて、ね、この一番近いところでは鳥取県の北栄町などでは町が中心になって、そしてこの自然エネルギーを風力ですけれども作って、そこでこの地域に還元する、こういうやり方をやっています。今度福島では組合を作ってですね、そしてこの地域に還元できるようにしていく、
というふうになっています。まあ、外国でもドイツは早くからドイツやスウェーデンなどでは早くからやりまして、一部の経験でありますけれどもドイツなどでは250人ぐらいが農村で日本と同じみんなもう町へ出てしまって、農村に高齢者だけ残るとこういうふうな状況があった。これをこの自然エネルギーをみんなで作ることによって地域に還元すると、こういうことで若者が農業と電気を作ることで、定住する、あるいはところによってはその電気を作る事業を行ったり別なこのことを行って、若者の就職の場を作るということで活性化しているところがありますから、そういう教訓を生かして、岡山でもやっていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。なかなか政策と何をしたいというのは区別が難しくてここはもうちょっと目をつぶっていただかないとしょうがないかなと思いますが、よろしくお願いいたします。それでは次のテーマに移りたいと思います。これも日本の本当に全国の課題で岡山だけの話じゃないんですが、少子高齢化問題、私もいつの間にかその高齢化の高まり入りつつあるんですけれど、これについて今度は森さんからご発言をお願いします。岡山県の人口の中で、65歳以上が 26.1%、 そして14歳以下が 13%、 まあ言ったらお年寄りの半分が中学生以下、こういうことであります。なぜこういうふうになっているかというと、それぞれの町村や町村が合併によって役場がなくなり、あるいは農協がなくなり、まあ学校もなくなると、こういうふうにそれぞれの地域が疲弊して、それと若者が都会へ出てしまう、こういうふうな状況の中で村では生活できない、こういう環境がこういう事態を作り出しているわけですから、やはりそれぞれの若者が定住できるそういうこの場所を作る以外には ありません。で、そうすると結局今農村地域あるいはこの中山間地ではお年寄りが大変困っている。そうするならばお年寄りのための事業を起こす、そして、それに若者が参加をする、それだけでも相当な事業になるというふうに思います。またこの子育てをするその場所ですね、この間柳原町行きましたら役場を潰して保育園を作っております。で、どういう人たちが来るのかと言いますと、旧村を旧の柳川町を集めてそこへ来るんだ、まあ、こういうことでありますけれども、やはりそういう施設を作れば保護さんやそういう人たちが働けるわけですから、そういうことで、若者の定住を進める、でそして新しい活力を作っていくことができるのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。この問題もなかなか難しい問題で、少子高齢化だから小さい子供の対策と高齢者の対策は、まあ、両方あって、どちらも本当に大変な状況、特に何年かのうちにはもう日本の人口が本当に減ってしまうということも起こっております。それは経済全体のやはり活性化の中に考えたのが偉いことがあるんですが、とりあえず今介護についてはですね、中央政府、あるいは地方政府だけじゃなくて自分たちの力でもっともっとこうできることあるんじゃないかなと思ったりするんですが、そこら辺の提案というか政策について何かお考えでしょうか。まあ介護の問題についてもそうなんですけれども、要するにこの社会的にこの援助をするということが必要なわけなんで、そうすると
結局地域に、まあ、一人暮らしがされているその人をどうするかということなんですけれども、この人たちはあの施設へ入ったりあるいはその病院に入ったりすることが大変嫌っているんですね。でそうするとそこで本当に一人でも暮らしていける、それをこのサポートできるそういう制度を作らなければいけません。だからまた買い物難民と言われるような状況がありますから、まあ、それらをちゃんと保障できるそういうふうにしてみんなが地域で支えていける、そういう体制を作るということが必要なわけですから、それができるのは自治体の仕事だというふうに思います。もう企業にお任せして有料老人ホームを作ればそれで解決するようなものではありませんから、私はそういう点で、地域に本当に住み続けられる最後まで、その地域で生きようというふうにしている方々を支える、そういう介護の体制というものを作っていく必要がある、それは自治体の本来の仕事だというふうに思います。はい、ちょっと私の質問が不十分で申し訳ありませんでした。この介護というのは本当に現場の問題ですから市町村の課題ですよね、どっちかというと。県というのはだから市町村をどう指導していくか、そういう形で質問しないといけないことだったと思います。まあでもお答えは自治体をしっかりさせていくということでお答えいただいたかと思います。それでは続きまして、同じく少子高齢化政策について、市井さんの方からお願いいたします。少子高齢化政策というふうに結論をいただいているわけなんですけれども、これはどちらかというと少子化というのは今も進んでいる大きな問題ですけれども、高齢化というかもう高齢社会、もうすぐ超高齢社会という状態になってきているというふうに思いますので、そういう意味では一つはその少子化についてどういうふうに取り組んでいくかということと、すでにもう高齢社会、超高齢社会になっている中で何をしていくかということについてお話をするべきかなというふうに思います。で、少子化というのがある意味、人口も減ってくるということにもなりますので、非常に大きな問題だと思うわけですけれども、さっきお兄さんもおっしゃってたように抜本的にはやっぱりある意味経済対策なんだと思うんですね。若い人が、結婚できる、子供を育てられる、それも1人じゃなくて、じゃあ2人にしようか、本当は3人欲しいところを2人にしてるけど、やっぱりじゃあこれなら3人で育てられるねとかですね、それはやはり経済的な問題、仕事の問題と切り離しては実際には考えられないということがあるわけですから、抜本的にはそういう問題が一つあるということは、皆さん多分反論がないところだというふうには思いますが、それはそれとして、少子化に対してどういう対策を打っていくかということの中でですね、一つはやはり、現実には今働く女性ママたちが働きやすい環境を作っていくということがこのためには非常に大きな課題になっているんじゃないかなというふうに思います。私もちょうど今40代ですから、30代40代という子育てをしている同世代のママたちと、いろんな話を聞きます。でそうするとやっぱり一つ生の声で出てくるのがですね、ちゃんと働いていきたい、働き続けたい、そうした時に、例えばもう1時間2時間子供を預かってくれる保育園が長かったらちゃんと仕事を終えてからお迎えに行けるんだけれども、今の時間のままだとどうしてもそこにちょっと無理が発生しちゃうっていう声がよくあります。それから保育園の時には6時7時はですね預かってもらえるわけだけれども、小学校に上がると1年生で早く帰ってきちゃう、でこれで逆に低学年の子供が鍵っ子で家にいるっていうのはこれは心配だっていう声もたくさんあったりするわけですね。そういう意味ではまず本当にこれはリアルな課題として、例えばもう2時間保育園とか学童保育の預かり時間が伸びたらいいなっていう声はたくさん聞きますので、これを仕組みとして行政がきちんと仕組みとして延長できるようなものを作っていくというのが大切だなと。でロング保育園、ロング学童と呼んだらどうかなと思ってるんですけども、もう2時間預かり時間を増やすと、そういう仕組みを行政がそういう意味では負担を
保護者の方の負担を増やさずに行政が負担をすることでそういう仕組みを作ろうということに取り組むべきだというふうには思います。でそれが一つですね。それからここの2番目にも書いていますけれども、やっぱりその少子化といった時に、まあ、母親の気持ちというのはやはり、まあ、安心してその子どもを育てていける、子育てに対する不安が今非常に高いという状況があります。自分の子どもはこれでいいんだろうか、例えば塾、習い事、そういうことを一つとっても何を基準にしていいかわからない、自分の子どもがこれでいいのか悪いのか、塾の先生とかお友達からいろんなこと言われるけど不安だなとかですね、そういう声がたくさん、まあ、あるわけなんですけれども、そういった中でこの岡山の子育てというのはどういうものなのかということをある意味実際の、現状の中から作っていくということも必要じゃないかというふうに、まあ、思っています。で、少し政策的に申し上げるとですね、一つは、まあ、子どもの政策といったときに今は例えば教育の分野もあります、それから福祉の分野もあります、保健といわれる分野もあります。これは年代とか、取り組みの分野によって分かれている、縦割りの行政の中で分かれているわけですけれども、子どもということから見ればですね、子どもの側にはそれが教育委員会なのか県庁の保健福祉部なのかというようなことは全く関係がないわけですから、これはそういうことを横断的に子どもを中心に置いたらどういう政策をすれば子どもが安心に育っていくのか、子どもを安心に育てていけるのか、健やかな育ちはどこで得られるのか、そういう観点から、政策を作っていくべきだし、であれば県庁の部局の方もですね、その縦割りを乗り越えた新しい、まあ、子ども局というようなものを作っていくということが、まあ、必要になってくるんじゃないかというふうに思います。それがこの岡山の子育て子育ちの原点になるというふうに思います。そしてですね、まあ、教育の問題について先ほど申し上げましたので、少しその子育ての背景の部分について触れればですね、子どものいろいろな問題行動とか、まあ、虐待も含めてその背景にはですね、その家庭の中とか子ども自身の問題だけではなくて、さまざまな、例えば経済的なこと、親や家庭の状況、まあ、いろんな問題がこう含まれてその問題につながってきているわけですけれども、これは3年前に私が県議会の中で自分自身提案をして実現した政策ですが、例えば児童相談所で、いろんな相談を受けた、その記録が今はそれまではただ紙で蓄積されてたんですね、生かされてなかった。それをデータベースに入れて、そうすると例えばこういう子どもの課題の背景にはどういうことがあるかということが数字として現れてくる、それをきちんと分析をして対応していくということが政策じゃないかという提案をさせていただいたのが取り入れられまして、そろそろ今年の末ぐらいにはそれが政策として分析としてまとまってくる方向になっているというふうに聞いているんですが、そういった政策的な取り組みということも必要であろうというふうに思います。で、まあ、時間がなくなったので最後にもう一つですけれども、これはまさに高齢社会の対策として安心して年を取っていけるためにはですね、以前は病気というのは例えば癌だと言われたらもう死ぬ宣告だった、これからはですね、癌を抱えて10年20年長ければ30年生きていくという時代になりました。医療も戦うのではなくて支える医療になってきた。つまり医療だけではなくて介護や保険が連携をして地域の中で暮らしの質を上げるということが本当に大事な時代になってきた。それがこれからの超高齢社会の中の大きな課題です。ですから県だけではない、県が医療の責任を持ってますけれども、介護の責任を持っている市町村ともう一度連携をして、住民の皆さんも含めて地域ごとにある資源は異なっていますので、どういう戦略を立てて医療と介護と保険をつなげて支える医療や介護、地域包括のシステムを作っていけるかということがこれから本当に大事なことになってきますし、結果的にそれが子育ての際にもここは医療が安全だ安心だということで子どもを育てるための基盤整備にもなってくると思います。はい、ありがとうございました。一つちょっと多分厳しい質問になるかと思うんですが、縦割り行政の克服っていうのはもう昔から言われてて、なかなか実現しないんですけれど、なぜ実現しないのか、実現するためにはどうしたらいいか、そのあたりちょっとお聞かせください。そうですね、なぜ、それが克服できないのかというのは、これは少し国と県内市、その市町村という地方自治体で、少し違うんじゃないかなというふうに思っていまして、国の場合はやはりもう採用されて定年まで同じ省庁にいるわけですから、例えば厚生労働省に入ったら厚生労働省なので、その省域の争いというものがもう非常に本格的だと思うわけです。
ただ岡山県庁に入る人は岡山県のために働こうと思って入ってきますから、移動していくわけですよね。ですから3月31日まで保健福祉にいたとしても、次の、4月1日には産業労働部にいるかもしれない。そういう意味ではもう少し暮らしに近いところにもいますし、自分の意識としてもあまり縦割りでない部分が あるというのは幸いなことだというふうに思います。ですからそういう意味ではまさに県庁の職員の人たちの意識がどうなのかということが縦割りを克服する際には非常に重要であって、部局ごとに例えば予算を取り合うとか、施策を取り合うということではなくて、本当に県民のためになる、地域のためになるためには何をすればいいのか、これは実際には私は県の職員の多くはですね、そういう意識で働いているというふうにこの5年間実感をしてきましたし、それができる場をどう作るかということがおそらく大事だと思います。先ほど子ども局という言い方をしましたけれども、やはり働く場所が縦割りのままでですね、そういう意識を持てと言われてもちょっと難しいところもあるでしょうし、それからその問題自体に取り組むときにも、それぞれのやはり多少やっぱりその予算の取り合いみたいなところがあって、それぞれ事業を作ってしまう、それを乗り越えるための新しい部局を作るということが場作りでもあり、予算のあり方の変革にもなるというふうに思います。はい、ありがとうございました。残された時間がだいぶ少なくなってきましたので、最後のテーマに、移りたいと思います。交互にご発言いただいてますのでちょっと大変ですが、今までお話しいただいた以外の重要課題について、3つそれぞれお話しいただきます。今回は一井さんお願いいたします。はい、3つということですけれども、少し大きく言うと2つ申し上げたいというふうに思います。で、1つ目はですね、これは最初にやはり人だというふうに申し上げましたけれども、少子対策ということではなくて、まさに教育そのものということが一番、2つのテーマ以外ではやっぱり一番重要な課題なんだろうというふうに思っていますので、教育ということを一番に掲げさせていただきました。で、さっき学力についてちょっと申し上げましたけれども、岡山の子どもがやはりこれからもう一度身につけていかないといけないというのは、鍛える学力、そして見えない学力という両方の学力がいるんだというふうに思います。鍛える学力というのは多分皆さんピンとこられると思います。例えば句読とか分数ができないままに中学校に行ってもらっちゃ困るよね、例えばそういうことですね。そこでつまずいてしまうと、ずっとつまずいたままわからないまま行ってしまうわけですから、そういうことがないように基礎基本というものをきちんと、特に低学年のうちにしっかり体の中に入っていく、そういう鍛える教育ということは本当に大事です。でしかしこれは多分学年が上がってくるに従って、今見えない学力という言い方をしましたけれども、これからの時代に立ち向かっていけるための新しい学力というものも子どもたちにつけさせないといけない。で、それは例えば、よく今コミュニケーション能力という言い方をしますけれども、新しい問題、答えが見えない問題にどうチャレンジをして答えを見出すか、そしてそれをお友達、仲間、先輩、そういう人たちとこうコミュニケーションをして自分で表現をする、相手の意見を聞く、合意を形成する、そして形にして実際の仕事にしていく、そういう能力が今子どもたちに求められていると思うわけですけれども、そういった見えない学力をつけていくということは、学年が上がってくるに従って比重を増やしていくということが必要になってくるというふうに思います。で、具体的にはですね、これは実はすでに文科省はコミュニケーション教育ということを数年前から熱心にやっておりまして、残念ながら岡山県はあんまりこれまでその取り組みがなかったんですね、実績として。ですから大切ってこれをですね、小中学校100校に導入をしていくということを始めたいなというふうには思いますし、それから高校のカリキュラムについてもですね、これは先ほどちょっと触れましたけれども、規制緩和の中で、各高校あるいは教育委員会のレベルで半分ぐらいはかなり自由なカリキュラムを今組めるように本当はなっていますけれども、画一的な教育が行われているというのは皆さんご承知の通りだと思います。職業高校にしてもですね、簿記を習って、経理のお仕事をするとか、地元の信用金庫にお勤めをしようというふうな女性が多いという時代のカリキュラムが未だに残っているわけで、これは全く時代に合ってないというふうに思うわけですけれども、そういった現場に合ったカリキュラムを作る、あるいは地域に合ったカリキュラムを作るということもあると思います。今オリンピックがありまして、なでしこがすごく皆さん人気が出たの、岡
岡山では本当に誇りだと思いますけれども、そうであればですね、女子サッカーというのは今女の子でサッカーしてる子増えましたけど、部活がないということで小学校、中学校とかになってくるとだんだんできる場が減ってきたりして力が伸びないんですね。であれば例えばですね、美作に女子サッカー学科というのがあってもいいかもしれないと思うわけです。あるいは湯原の温泉というのは本当に素晴らしいと言われながら少し元気がなくなっているんだとすれば、国際観光温泉課とかですね、そういうものが湯原の天庭にあってもいいかもしれません。例えばそういった形でぜひ皆さんが私たちの地域にはどんな特徴があって、それを生かすためにどういう人材が必要なのか、どういう教育をしたいのかということをご一緒に考えてですね、そんな県立高校づくりもやっていったら、さっき大西さんからもちょっと地道い話をするなと突っ込まれましたけれども、むしろ全国からですね人が来るようなことにもつながるんじゃないかなというふうに思います。でそれからこれは少し、学校だけの問題ではありませんけれども、これもおそらく全国初めての取り組みになると思いますが、私は田舎クーポンというものを発行するということをちょっと提案したいなというふうに思っています。田舎クーポンって何と皆さん思われたと思うんですけれども、これは幼児とか小学生ぐらいまでを対象にしてですね、例えばその農業、稲刈りとか田んぼに田植えをする体験、漁業の体験をする、あるいは山に出かけていく、川でいろんな自然体験をする、あるいは農家民泊に行くとかですね、そういったいわゆる田舎の中で、自分が子どもたちがいろんなこう経験ができるということ のそういう こう経験を買うクーポンですねっていうものをこう作って子どもたちにあげる。そうすれば子どもたちにとってはいろんな経験ができますね。今魚は切り身しか見たことがないから目がついてると嫌だとか、あるいはお米は木になっているのかとかですね、鶏に足は4本あるのかという子どもがいるわけですけれども、そういうことがない子どもたちを作るということも非常に大事なことですし、そうすると今都市と地域の交流ということが盛んに言われてますけれども、これは強制的にはできないだけども、そういうインセンティブがあればですね、じゃあお母さんが子供連れて出かけていこうかということにもなると思いますし、あるいは地元の方からすれば、じゃあその受け入れのためにうちも農家民泊やろうかとか、うちはじゃあこういう体験のプログラムを作ろうかとかですね、そういった一石三鳥の効果が出るんじゃないかなということを思ったりしておりますが、そんなことも提案したいというふうに思います。それから2と3に書いてあることはですね、実は大きく言うと一つでありまして、県庁の仕事の仕方、あるいは県行政の在り方、そういうものをどういうふうにしたいかということを書かせていただきました。最初に3つと申し上げた中の、3つ目のところに該当すると思うわけですけれども、やはり県知事が現場に出ていく、県の職員が現場に出ていく、そして一緒に汗をかく、一緒に県政を作るというふうに方向を変えていかなければですね、今流行りの映画で事件は現場で起きているんだと、会議室で起きているんじゃないというのがありますけれども、これは県政も全く同じだというふうに私は思います。地域ごとにですね、地域の皆さん、市町村の皆さんと一緒にそこに特化したテーマを置いた地域を元気にするという計画を例えば作ってやっていく、あるいは県が遠くなったという話がありますけれども、もう一度県民局の在り方を考えていく、あるいは市町村の中にですね、県の職員が机を置いたっていいと思います。一緒に汗をかこう、そういう姿勢を作っていく、そういうこともやっていくべきだというふうに思いますし、そのためには職員の皆さんの意識を改革していかなければいけないと思います。さっきのご質問にも関連しますけれども、お役所仕事、縦割り行政、そういう批判が本当に今まで県庁には多かったと思いますけれども、そうではなくて県民のため、地域のための仕事をするように意識を変えていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。局地の時間の中で本当に申し訳ありませんが、職員の意識改革、それから縦割り行政の解消、そういったことについて、やっぱり私は住民の目っていうことですよね。職員はみんなそういう意識でいると言ってもそうできない、それはやっぱり住民の目が必ずしも厳しくないからだという気がするんです。で、情報公開も随分昔から言われながら、必ずしも私はうまくいってないような気がするんです。そういう意味で言うと、住民参加をもっともっと進めるために何か具体策をお持ちでしたらお聞かせください。はい、それは大きく言うと、2つのことがあると思います。例えばですね、一つはその今先生、情報公開についてなかなか進まないというふうにおっしゃいましたけれども、これは確かに住民の皆さんが
よく県庁とかで言われるのはですね、情報公開してるんですと。でも公開してるけど、実際にそれを見に来る人がこれだけしかいませんみたいな話が非常に多いわけですけれども、それは確かに住民の皆さんももっと利用するべきかもしれませんが、もう一つは私は県庁の側の情報提供の仕方もあると思います。生のデータをですね、どさっと出されても普通の方はなかなかわからない。それを分かりやすくやはり加工して、こういう問題があるんですよ、こういうことなんですよ、まあ、恣意的になってはいけませんけれども、そういうことが必要だろうと思います。例えばホームページを利用する情報を提供するときにも、生のデータをきちんと出すということと、それを分かりやすく加工するということと両方いるというのが一つです。でその裏腹ですけれども、本当にこの間現場を歩いてきて、どこに物を言ったらいいかわからない。で言ってみても聞き届けられない。でなんかふんふんと言って聞いてくれたけども実現された試しがないという話が本当に多いわけです。でそういう意味ではまず場を作るということで、ここで言ってくださいということが必要だと思いますので、私自身は地位を得ることがもしできたらですね、もうそういうまさにこういう形で皆さんの顔が見えるところで話をするという場をどんどん作っていくということが一つ必要だと思いますし、それは職員の皆さんもそうだと思います。職員がやっぱり出ていく、土木の職員の方なんかについてよく地域の方が言うのはですね、昔はよく話をしとったと。で川 の, 災害が来た時もこっちを直すんならこっちも下の方も要せんかったら溢れるでみたいな話をして、そうかそうかとやってきたのが、今はそういう場がないから、まあ綺麗な線だけ引いて、あまた溢れるでって言ったら溢れたみたいなことが起きるんだと。ですからやっぱりそういうことがないように、みんなやっぱり現場に出てもらおうということは本当に大事ですから、それが場になると思います。そしてそれがふんふんと言って聞いたけど形にならんというのが、一番皆さんがどうせ誰がやっても変わらん、現世には声は届かん、もうあしら関係ない、無関心ということになっているというふうに思いますので、やはりそれは少し最初にも申し上げましたけれども、県庁の会議室で作った政策ではなくて、本当に現場の皆さんが思っていること、本音で感じていることが形になるんだと、形にするのだと、そういう県政になればですね、あ、一つでも二つでも本当にものになったな、じゃあもうちょっと行ってみよう、あ、じゃあまだ進めていこう、そういう元気が皆さんの方にも出てくるというふうに思いますので、それがいい循環に、なるんじゃないかというふうに考えております。はい、ありがとうございました。それでは最後になりますが、先ほどまでのテーマ以外の重要方について大西さん、お願いいたします。県政の問題について、一番大きい問題は今の県政が信頼されてないということだと思います。この信頼を取り戻すことが第一だというふうに思います。でその際に、市さんは知事が出かけていくと、これも一つの方向ですけれども、私はそうではなくて、今ある岡山県の全ての機構、それから自治体、それぞれの自治体、議員、また地域の人たち、この4つのことをしっかりと捉まえて、そしてこの 力を合わせる、そういうことをやっていく、そのことが信頼を取り戻す方法だろうというふうに思います。子どもの問題については、やはり一番大きい問題は子どもの貧困の問題がやっぱり大きいと。だから今OECD でも 15.7% というふうな状況ですし、岡山県の教職員の非正規化が進められて 17% になっている。こういう問題をやっぱり解決して、子ども中心のやっぱり教育にしていくということが必要だろうというふうに思います。それから若者の定住問題で、これについてはやはり本当に地域の人たちが協力し合う、そういう体制がないと若者も定住できません。そういう住宅作ればね、帰ってくると、そういうふうなものでもありません。それからこれ一つの例ですけれども、学校教育を本当にきちっと教育、憲法と教育法の立場に立って、進めているという中で、山梨県の早川町というところがあるんですけど、ここは町長さんが提案して、そしてこの学校、
それ学校ですからの教師、それから PTA、それからこの議会などが、何回も論議をして、どうすれば本当にこの教育の無償化ができるのか、こういう検討会をやって、そしてついにそれを実現したと、こういうことがあります。したがってこういう体制をしっかり作っていけば、ね、町おこしもできますし、活性化もできる、こういう本当の意味での住民参加の県政を作ることだというふうに思います。縦割りの問題もあります。確かにそれはありますけれども、それも政策的な問題がやっぱり一番なんです。そのそれぞれの分野があろうと、議会でそのことをちゃんと論議をして、そしてこの議会と行政が一体になって住民のためにどうするか、このことが大事だというふうに思います。本当に住民の目線で考える県政を作るかどうか、そのことだというふうに思います。ありがとうございました。最後の点とっても大事だと思うんですけれど、それでやっぱり今の地方行政があまり活性化してない大きな原因の一つに議会の問題があるんじゃないかと思うんですね。で最初に石井県政の議会改革についてもちょっと遅れになってるんですが、どういう点に議会の問題があるのか、その議会を本当に住民のもの、住民の目線で議論がされる議会にするために何かお考えになっていることがあれば教えてください。これは議員の資質にも関わるかもしれませんけれども、やはり今岡山県の状態を冒頭に申しましたけれども、オール与党、もう何でも知事さんの提案には賛成と、ここが一番問題だと思うんですね。住民は今の県政ではもう納得いかないと言ってるのに賛成と、こういう議会を、が問題だというふうに思います。で、議会の中で確かに議会の改革もある程度セミナーをやるとか、いろいろ改善が行われていることは確かですけれども、私は本当にそれぞれの議員さんがちゃんと地域の人々の代表として県議会で提案し、そして、知事から出してくる提案に対してもきちっとチェックができる、そういうことができるかどうかが本当に県民法になるかどうかというふうに思います。スウェーデンやあるいはデンマークなどを見ますと 80% くらい投票に行くんですね。それはやっぱり政治に対する信頼がある。そしてそこではみんな嘘を言わないできちっとやっているということなんです。ここが岡山県の場合もいろいろ言うこととすることに違いがある。これに対してみんながこれではもう信頼できないなというふうになっているわけですから、裏表のない住民目線で議会も取り組むということが大事だというふうに思います。はい、ありがとうございました。これで一通りそれぞれのテーマについて、発言をいただき、若干の質疑をさせていただきました。最後に一つだけそれぞれ1分ぐらいですね、やっぱり岡山県政にとってですね、政令市としての岡山市、これは大変大きな存在だと思うんです。だから特定の市長さんとどうこうじゃなくて、県と岡山市はどういうふうに地域の活性化のために関係をつけていけばいいのか、それについて本当にごく簡単にご発言いただきたいと思います。これを最後にしたいと思います。大西さんからお願いします。県と政令市岡山ということですけれども、これはそれぞれ国との関わりでは対等でありますけれども、地域住民との問題について言えば、これも県と市は協力し合って会わなければならないということだというふうに思います。そういう点でもう県のことは聞かんでもいい、地方へ行けばいいんだと、こういうやり方ではなく、本当に岡山市とこの県との間で
まあ、いろんな点で、まあ、協力し合う、こういう体制が必要だと。でその際にはやっぱり住民の立場をしっかりとお互いに認識して取り組むということが大事だろうというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ市井さんお願いします。はい、岡山県と岡山市の課題については2つあると思います。一つは連携をしっかりするということはまさにおっしゃる通りで、例えば政令市になってですね、児童相談所は岡山市が独自に持つようになりました。で皆さんご記憶の通り、支援学校に通っている女の子が、まあ、虐待で亡くなるという事件が起きましたけれども、やはり県からその市にケースを移管をした、そして新しい岡山市の児童相談所の体制の中でそこの連携が十分だったのだろうかということはちょっと不安がやっぱりあったんだと思うんですね。ですからそういったことが起きないように連携をきちっとして隙間ができないようにすること、そして同時にですね、これから岡山市は絶対発展する可能性があると思います。これだけの拠点性を持っている岡山市が、来年は瀬戸内国際芸術祭がある、その次の年は環境教育 の国連の会議が岡山で行われる、そして年間2000万の人が来るような商業施設もできるということですから、そうした時にいかにインフラあるいはソフト面も含めてですね、魅力のある町にしていくのか、これは県と市が連携しないとできないということだというふうに思います。突然の問題点でお答えいただきましてありがとうございました。時間がほぼ参りましたので、不十分なコーディネートで本当に役割を果たせたかどうかとっても不安ですけれど、今日はこれで討論会を閉じさせていただきたいと思います。お忙しい中、これからも大変なお仕事が終わると思いますが、この討論会にご参加いただきました市井さん、それから大西さんに皆さん感謝の拍手をお願いしたいと思います。こういう貴重な討論会の機会をお作りいただきました、日本青年会議所中国地区の岡山ブロック協議会にも私は敬意を表したいと思います。本当にありがとうございました。以上でございます。私はコーディネートの役割を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。コーディネーターの先生、パネリストの方々、誠に長時間にわたりましてありがとうございました。パネリストの方、コーディネーターの方、ご退場されます。大きな拍手を持ってお送りくださいませ。最後に公益社団法人日本青年会議所中国地区岡山ブロック協議会副会長佐野明日より閉会弁償を申し上げさせていただきます。ただいま紹介ございました副会長を務めております佐野でございます。今日は連休明けの月曜日、夕方の大変お忙しい時間にこのようにたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日お二人の立候補予定者の方にそれぞれのお考えをこの場で発表させていただきました。どうでございましたでしょうか。今回の県知事選は4期16年ぶりの岡山県の新しいリーダーを選挙となっております。そういった上で我々主催する立場といたしましては、全候補の方にこの場に来ていただきお考えを発していただくのが本当の本意ではございましたけれども、我々の思いになかなか届かずというところで今日はお二人のお話を聞いていただきました。非常に今地方分権、地方の時代という言葉がよく耳にされるようになりましたけれども、これから岡山県がどのように進んでいくのか、そしてどんな県にしていきたいのか、岡山にしていきたいのか、そういったことを、政治主導ではなくて我々が市民がですねしっかりと政策を聞き、そして自分たちのニーズをしっかりと届けながらしっかりとした社会参画を遂げていくことが今後のより良い晴れの国岡山を作っていくことにつながっていくのではないかな、そのように私どもは考えております。今日冒頭にも会長の方からご挨拶をさせていただきましたように、この岡山県がさらに発展していくために我々がこういった場の
を提供させていただき、そして市民の方々と共に考えて、この明日のアクリル横山を作っていきたいと、我々も青年会所活動を通じて邁進をしていくことをお誓いを申し上げたいというふうに思っております。また今日ですね、ビデオを撮影させていただきました。この討論の内容をインターネットを通じて配信をさせていただきます。YouTube という映像を、見れるコンテンツがございますが、そちらの方で、今日の様子を放送させていただくようになっております。岡山県知事選、もしくは我々岡山ブロック協議会のホームページを検索をしていただきますと出るようにさせていただきたいと思いますので、今日この場に来れなかった方にはぜひともお伝えをいただき、このお二人のお考えを聞いていただきたいというふうに思います。大変長時間になりましたが、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。以上、閉会のご挨拶といたします。これにて岡山県知事選挙マニフェスト公開討論会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。皆様、お忘れ物なきようお気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。